よし、いい感じに上がった。ごま油ちょっと多めに入れて正解だったな。裏技も効いてるといいな。さて、浅村くん呼んでこないと。お、今日の晩ご飯、天ぷら？ごちそうだね。野菜店が多めだけど、たまにはね。先に食べてていいよ。え、綾瀬さんは食べないの？私は後片付けしてから。お先にどうぞ。あのさ、後片付けは後にして、一緒に食べたりしない？陰キャ男子の兄と、ドライな妹。義妹生活。それって私のことを気遣って言ってくれているのかな？それとも気を使うから先に食べづらかったりする？それもあるけど、なんだかもったいないかなって。片付けの間どうしても料理が冷めちゃうでしょ。それに天ぷらなんだし、どうせなら揚げたてを美味しく食べた方がいいのかなって。ああ、そういうことか。別に文句ってわけじゃないんだけど、気になっちゃって。大丈夫、そこは分かってる。浅村くんの言うことにも一理あるし。でも後片付けが残っていると私がどうしてもそっち気にしちゃうんだよね。できれば食べる前になるべく片付けておきたいんだ。料理上手は片付け上手って言葉もあるし。でも結局食べ終わったら食器は洗うわけだし、その時にまとめてやる方が良くない？よし、浅村くん。あそこがキッチンのシンクです。え？あ、はい。もちろん、見たらわかるけど。OK。じゃあ、現状どうなってる？どうって、水につけてあるボールとか、いろいろ重なってて。ああ、そういう。そう。現状でもシンクはこの状態なの。ここに食後の食器も含めると洗うものでいっぱいになっちゃう。それは逆に面倒。なるほど、そうだったんだ。無理に変えてほしいわけでも、毎日そうしてほしいってわけでもないんだ。ただ天ぷらみたいなご馳走の時くらい一緒にどうかなって。まあそうだね、今日くらいはそうしてみるよ。よかった。実はそうしてもらえるともう一つ利点があってさ。利点って何？俺が料理の後片付けと食器洗いを手伝えるんだよね。二人でやった方が早いだろうし、試してみようよ。そうだね、そういうのもありか。じゃあ一緒に食べよう。お気遣いありがとうね。うん、美味しい。思ってた以上に衣サクサク。綾瀬さんが自画自賛するなんてね。でも本当に美味しいよ、お店みたい。さすがにそれは褒めすぎだと思うけど、マーヤにちょっと裏技教えてもらって。裏技？衣を作るときにビールを入れるんだって。なければ炭酸水でも OK。 揚げてる間に衣の中の炭酸が抜けてサクサク感が増すって仕組み。へえ、効果てきめんだね。教えてくれた奈良坂さんには感謝しないと。あともちろん、手間を惜しまず作ってくれた綾瀬さんにもね。うん、マーヤに伝えとくよ。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。お、ま、け。浅村くんって丁寧に食器洗うんだな。これはあまり手が抜けないかも。綾瀬さん、俺の食器の洗い方何か変？うん、そんなことないよ。手伝ってくれてありがとう。